我らの敵地上に報復を、空人の獣を煮えとし、目覚めよメガロ。ゴジラは抑え込めてるって言ってたじゃん。 あそこゴジラ、ゴジラ見えた。え、近くない？危なくない？大丈夫大丈夫。各団に参加を敵の下を拡大し、人間艦過激隊トリオを撃て。目標移動速度が低下、続けて撃て。特自衛隊より報告、熱戦放射の威力低下および特殊弾の効果を確認。体内の熱核エネルギー量は総量の3割程度まで減少。かなり消耗しています。逃走しないのが不思議なくらいです。仮設機関門前に対象出現、特自衛隊を招集、同時に水中より移動する震源を確認、警戒せよ。そう、ここがガイガーの残骸が残ってるって噂のところ。報道だと残骸は全部ゴジラに破壊されたって言ってたけどね。あれだけ残骸を消し積みにして回ってるんだし、未だに暴れてるのはやっぱりまだ何かあるでしょう。とはいえヤバそうなアナウンスもあったし、そろそろ撤収しようかな。特設4番格納庫前にて、何かやってる。対象にコンタクト。やはりここで何かするつもりです。両手を上げ、ゆっくりとこちらを向きなさい。怪獣が出現したとの情報が入りました。怪獣は地中より出現し、破壊活動を行った後に飛び去ったようです。現在上空を移動しており、レーダーによる追跡が行われています。はい、今後新たな怪獣に対し大規模なミサイル攻撃があるようです。住民の皆さんは避難経路が大きく変わることが予想されます。避難指示に従って落ち着いて行動してください。戦闘機いっぱい飛んでんな。新しい怪獣の方行ってるみたいね。そうみたいだね。なんか爆発の音近づいてない？怪獣がこちらへ向かっています。マジやばいじゃん。大丈夫大丈夫、あっちだって近づいてる。行こう行こう。ここは危険です。危ない危ない危ない。
熱戦の応用技か。エネルギー効率がいいな。こんな手も持っていたのか。メガロ、消費温度上昇中。活性化しています。どう出る、ゴジラ。終了により防御陣形を解除、警戒態勢に移行。現在被害拡大区域を確認中。